皆さん、サワディカポン、ズンダモンさん、サワディカポン。サワディクラッポム、こんにちは、ズンダモンなのだ。今日は8月6日火曜日、今から79年前、広島に原爆が落とされた日なのだ。今日、ズンダモンが今言ってくれたように、8月6日、今日は8時15分に、広島県に原爆が落ちた日でございます。今日と昨日にかけてね、まあ面白いっていうか、なんて面白いって言ったら怒られるのかな、でも面白いですよ、万歳に大家にとっちゃね。いや本当にね、つくづくね、万歳大家のお友達の中にもね、やってらっしゃる方がいっぱいいまして、あんまりそういうこと言うと差し障りがあるな。でも言っちゃいます。今日は爆上げ、昨日は爆下げ、本当にね、アトミックボンブ級の、まさかブラックマンデーの時よりね、値動きしたっていうね、一体何なんだっていうね。元はといえばね、日銀が 0.25 に金利上げて、FRB がちょっとだけ金利下げて、それで過剰反応だと思うんだけど、円がボン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 高くなって、それでアメリカの雇用統計がね、予測より統計が悪くなった、つまり失業者がちょっと増えちゃったみたいな話なんでしょうね。それでアメリカのね、ダウですよね、ダウジョーンズ、あれも下げた。だけど日本はね、昨日はもうブラックマンデーよりも爆下げ、アトミックボンブ級。株価暴落の原因は、今話したことに加えて、イランでハマスの最高指導者が亡くなったことも関係しているようなのだ。で今日は一日置いて、今日はまたアトミックボンブ級に爆上げなんですよ。爆上げ何なんだっていうね。いやだからね、そういうの見てるとね、なんか見てるだけで胃がキリッキリしちゃうね。キリッキリですよ。そういうの嫌いです、万歳王や。だからね、ローン組みたくないっていうのもね、そういうキリッキリするのが嫌なんですよね。無用なストレスね。だから万歳王やは、そのちょっとしたお金ね、負けなしのお金でそれを増やしていくというのは投資ですよね。それを不動産でやって本当に良かったってね、ここ1日2日万歳ウェアのお仲間さんたちの中にも株やってらっしゃる方がいてね、申し訳ないっちゃ申し訳ないんですけど、そういうふうに思います。だから良かったなと、キリキリしないでね、こうやってバカみたいにのんびりとね、こうやって、まあ、ちょっと曇りがちですけど、今時間はね、午後1時半ぐらいじゃないかなと思うんですよ。1時35分。枝豆、1時39分ですね。それでね、この前もちらっと話したと思いますが、今日は8月6日ですよね。あれ万歳大家さんね、次那覇に来るの8月22日じゃなかったんですかみたいな感じだけどね、8月4日の日に来ちゃったんですよ。8月4日、それはその時にね、その飛行機乗った時に詳しくお伝えしますが、めちゃめちゃ安かったんですよ。バンコクから那覇までが最安値、ダントツの更新、株じゃないですよ、今話してるのは、飛行機です。1万2300円ぐらいですよ、正確にはテロップ出します。それで帰りもね、1万3000円クラスなんですよ。いやこりゃね、8月22日に行くつもりだったんだけど、安けらポチる万歳大家というね、なんかの標語みたいな感じで、安けりゃ行っちゃう万歳大家みたいなね、そんな感じで、チケット買って今ここに来てるわけです。だからね、那覇のね、おなじみのお店にも一昨日行ったんだけど、あれ
万歳大家さん8月22日に来るんじゃなかったんですかってそのねおかみさんが覚えちゃってくれてるんですよね、申し訳ない、実はねこれこれこんなんでとかしてね、また安値自慢が始まるわけなんですよ。であんまり那覇ばっかりしてくると1年の半分以上の中にいるとやっぱこれはちょっとまずいんでしてですね、いい加減安いからってポチりすぎるとダメだななんて思いながらね、それで今からねお買い物です、お買い物、免税でねユニクロかなんかでね、ちょっと買おうと思います。それでお買い物いつもの場所です。それで今回はね、前回にこれもしましたが、そのいちご食べたいの方をいちご買ってあげられなかったので、もうチケットも安かったんで本人そのものをね連れてきちゃいました。いや、それでねその連れてきちゃった方の飛行機代の方が高くついたというね、まあ、本来8月って言ったら夏休みだから日本人はやっぱハイシーズンなんじゃないかな、ところがね8月4日に来たね、このね飛行機なんかね結構空席いっぱいだったんですよ。まあそれ後でまたね動画で触れますけど、はい、じゃあお買い物します。はいはいはい、お買い物終わりました。いつもの場所でお買い物です。はい、それでね天気もどんどん良くなってきたって、でもね天気よく変わるね、雨降ったりねすごくいい天気だったりで、いい天気になるとめちゃめちゃ暑いというね。じゃあ、帰りますよ。これもいつもの道ですね。いや本当に今日はね8月2日、広島原爆の日、今日は爆上がり、昨日はとんでもない爆上がり、しかもね歴史的なこの変動というのはやっぱりね一喜一憂しないとかって言うけどね、ドカーンと下がったらね、これどんだけ下がるんだろうとか思うしね、それで今回はこの、史上一番の下げ幅だったというんだからね、それでまた次の日史上一番の上げ幅だったというね、本当にね、まあ、やっぱり投機っていうかね、そういう博打的な要素がどんどん増えちゃってんだろうね。株は単なる博打じゃないとかって知的な投資なんだって言いますけどね、まあ万歳大家みたいなのほほんタイプにはね向いてないです。本当に何度も言いますか。それであとね円が少しずつね高くなってくれれば、いずれにせよトレンドとしては長いスパンで見たらやっぱりねアメリカの金利は下がるだろうし、日本の金利もほんのちょっと 0.25 ぐらい上げたぐらいで、それをなんだかんだこの景気がそんなに良くなってないのになんで利上げするんだとかね、でも 0.25 ですからね1% 上げるとかそんなんじゃないからね、そんな影響ないはずなんだけどと思ってたらねドカーンですよ。もう何回かな、もう何回も言ってますけど、でまたドカーンと今日上がってね、今時間は3時過ぎたんで、株式の市場も終わったんでね、後でちょっとまた見てみたいと思いますけど、いやそういう昨日と今日にかけてね、いやとんでもないことが起こったというね、アトミックボンブなんて気安く言ってますけど、いろんな方々のね投資家さんたちのね平安を願う、全然平安じゃないんだけど、なんかね大変なことにならなければいいなと、波風立たないで全く無傷な万歳大家です。まあ無傷って、まあ、これから分かんないですけどね、それで昨日か一昨日ねちょっとまたたらたら話しますけど、ちゃんとね沖縄の那覇の年金事務所に行って、この前話したみたいにね
現況届けに必要な在留証明書、それの原本を渡してきました。それで結局ね、今月の15日に年金をいただける、それで次の10月も影響ないでしょうね、ないですよおそらくって言ってました。それで、その時にね、対応していただいた女性の方は、万歳大家が、あの前ね、なんで今回来たかって、それ事情知らないんですよね。で、実はちゃんと誕生月の先月に来て、それであの係の方が、係の方がね、在留証明書の控えを取らなかった、本当は在留証明書をね、あの原本そのまま預からなきゃならないっていうことでした。で、そのコピーを返してくれたんですけど、そのコピーこれからまた使えるのかどうかはまあ知りませんが、そういうことでした。だから違う担当の人、事情知らない担当の人だったんで、あれひょっとしてと、前のこと知らないんじゃないかな、一応パッと話したんです。誕生月で来て、それで、そちらさんのミスだと思いますけれどもって言って、ああそうだったんですか、申し訳ありませんってね、すかさずそうやってね、その言葉がないとやっぱりね、万歳大家はもっとカチンときつつだと思うんですよ。だからね、一応ね、その言葉違う方だったんだけど、担当の方だったと思うんだけど、そういった言葉をいただいて、まあ、一応ね、そのためにバンコクから来たんですよなんて、わざと恩気せがましく大げさに言いました。まあ、それもあったんですよね。ということで、そっちの方の件、在留届の件も終わりました。でもね、そんなことまで心配しなきゃならないのかな、来年の7月ね、でまた在留届出すときに、現況届出すときにね、在留証明書も出すんだけど、在留証明書原本控えちゃんと受領していただけましたかなんて、そんなことまでね、万歳法院の方から言わなきゃなんないのか、確認しなきゃなんないのかっていうようなことですよね。まあ、でも念のためそうしたいと思います。そうじゃないとまた来なきゃなんなくなるとかね。まあ、万歳法院の場合は高頻度で この場所沖縄に那覇に来てるんだから、今回みたいにね、すぐフォローはできたと思うんだけど、これはねやっぱりねしっかりしていただかないとね、緊張感を持ってしっかりひくひくと、お仕事をねしていただいて、しくしくと、黄色になっちゃった、年金をいただければありがたいということで、はい、年金のお仕事でございました。それでは、にゃんごちゃんコーナーに入りたいと思います。枝豆熱いです。バイバイです。いいね、ここね、希望が丘公園、牧師の希望が丘公園、ニャゴランたちの天国でございます。皆さんお元気でございます。はい。